はい、渋谷到着です。ビッグカメラ、テレビ壊れちゃったって言ってたのがね、修理来てもらったらやっぱり壊れてるんで、テレビをねちょっと見に来ました。はい、3階行きます。3階じゃーん、いいね。はい、60インチ。今のもうちの60インチぐらいなんで、そのぐらいでいいんじゃないかと。これは65インチ、これはこれ77だったよ。超でかい。それ65。はい、この70インチに決まりそうです。70インチ。はい、おはようございます。今日はねとても気持ちのいい朝です。今ね、天気予報見たらね14度って書いて言ってました。14度。今日はねやっぱりちょっと暖かいかもしれない。今日は節分の日ですね。そしてね、今日も週に一度の今これからゴールドジムに向かっているところです。でね、昨日のさ Vlog で、あの渋谷のビッグカメラにねテレビを買いに行きますなんて、やりましたけれど、修理のね人を、自宅に呼んで見てもらったんですよ。そしたらね、もうね修理代で何十万もかかるみたいな、そんなお話に、なっちゃっていたわけですよ。なのでそれなら買った方がねいいんじゃないかっていう話で買いに行ったという流れなんです。でこのね 1,2 週間ぐらい、まあテレビがずっとぶっ壊れていて、ちょっとね普段の生活のリズムがちょっとやっぱ変わってくるわけじゃないですか。すごく大きく変わったのが、これ声入んないかもしれないから逆にしようか。今ねまた表参道の今ぶっちぎってるところですけれど、ちょっとこっからは向こう向けて走って収録していきます。ねえ、すごいね、その生活が変わったのがラジオです。ラジオ、あの皆さん知ってます？昔からさラジコっていう、なんかほらラジオをさインターネットで聞くアプリみたいなのがあって、でそれをね超使うようになっていて、今もねこれそのラジオとかをね、僕が好きなのはあの J-WAVE を聞いているんですけれど、なんかね何年ぶりだろうかっていう、まあ、そんな感じなんですよ。ラジオを聞くのがねとてもなんかいい感じで、それプラスでね、なんだろう、その流れなのかわかんないんだけれど、今までね僕ねあの海外のドラマってそんなに見なかったんだけど、まあ、ここ最近ねテレビが壊れる前あたりから結構そういうの見るようになり始めていて、でテレビがなくな壊れて見れなくなって映し出すものがなくなっちゃったじゃないですか。今までね D ライフとかそういうので見てたの。どう、あの僕はねチャンネルがつけれない、ママが全部そういうのつけてくれるんですけれど、で、ね、自分でもどうやって見たいなと思い始めて、そしたら今更ながらのネットフリックスとかそういうのでね、アメリカのドラマだったり、あと最近ハマってるのがね韓国のドラマとかね、そういうのを見るようになってですね。でね、それを今MacBook Pro に移したりとかして見てるんですよ。テレビがないからリビングに。まあね、最近そんな動きをしてます。それがね結構面白い。だから今まではなんか結構ニュース経済番組みたいなのばっかり動画だとね見てたんですけれど、ちょっとドラマとか映画とかを見まくっている感じです。でそうこうお話をしてるうちに、もうゴールドジムに到着。はい、行ってきます。はい、ジムね終わったんですけれど、気持ちよかった。今日もね、リセットボタンを押せた感じです。僕ね、スポーツジムとかで知らない人とね
話すのが、まあ、苦手というかね、あえてまあそうしてないっていうところもあるんですけれど、今日はねサウナ、僕ねサウナ好きだから大体あの2回ぐらい、サウナにね入るんですけれど、そしたらね僕の隣にもうごつごつのね、もう本当にあの北斗の拳みたいな人が、僕の年上だって言ってた、ボディービルやってるそうでね、来たんですけどね、やっぱりね話ねちょっと聞いてたら、やっぱ食事もうね、人間のその三大欲、食欲、睡眠欲、性欲っていうところの食欲を捨てたっていう、まあ、そのぐらいじゃないと、あのコツコツのあのねほらよくボディービルダーっていう人たちの体があるじゃないですか、やっぱりねあーはなれないんだなっていう、だからそういう話聞いてたらね、僕なんかはだから割と好きなもの食べてるし、まあ、我慢してる部分はあるんですけど、もうあの人たちのレベルとは程遠いみたいなね、まあ、そういうのをね改めて僕は再認識しました。でもねやっぱり何を目指してるかですよね。さあ、今度はね娘の習い事もねお迎えにまた行きたいと思います、まあ、今週末はねなんか久しぶりにチャリンコ Vlog になったような、気がします。でちなみにね、久しぶりにですね今これ撮影してるのは GoPro Hero 7 Black です。でねもう単体でね特にスタビライザーとかつけないで単体で持って、撮影をしているんだけれど、これね本当に超久しぶりですねこのスタイルでね、もう本当にあの GoPro これ、単体で持っているだけなので運用がすっげー楽ちん。ただねいつもあのソニーの α7 III で、Bluetooth のマイクで撮ってるじゃないですか。だからなんでこんなに人いるの、なんか人間見てください、すげえ人がいる、何の集まりなのか知らないけど超人がいる、これ愛育病院とかです、学校だ学校、麻布高等学校のなんか説明会かなんかですね、すごいね塾の人とかがそれでいっぱいいるんだ。うちあのしばらくはそういうのもないんでちょっとホッとしてるんですけれど、僕自身ね大学行ってるわけでもないし、いい高校行ってるわけでもなんでもないので、子供たちがみんなそういうことをやってるんで、なんかねいろんないい経験をさせてもらってるんだけど、GoPro で運用した時にねやっぱり心配なのは音です。音普段ね音をちゃんとやっぱり綺麗に撮りたいからって言ってあの α7 III の Bluetooth つないでねワイヤレスでピンマイクつけてやってんですけれど、やっぱり GoPro で撮るとねそれがねまあ一番不安なところですよ。だから今だってね風多分結構吹いてるからどうなのかなと思いながら、これで音が取れてなかったらお蔵入りっていう、そんな感じです。さあ、リノアをね、娘迎えに行ってですね、今ちょっとね行きたいところがあるんです。あのパン屋さん、最近あの高級食パンって流行ってるじゃないですか。それがねちょっとこの、西麻布あたりにもできたので、そこでね結構最近なんです。お、閉まってる、あ、閉まってる、やっべ、さっきまで開いてたのに、本日完売です。だって